こんにちは。はい、こんにちは。実はまあ3本撮りで、はい、今日は8月の13日お盆の入りですね、はいはい、僕はなんかお盆ってすごい好きなんですよね、うん、この独特 の湿気と温度と、うん、こう皮膚がなんかこう空気に溶け出していくようなそういう感覚があって、うん、特に今4時20分なんですけど、うん、お盆の夕暮れでこれからこうだんだんと日が沈む、うん、時間っていうのは本当になんかこう向こう側の世界の人がこう侵入してくるっていうのが感覚的にわかるんですね、うん、ああそうですね。僕は子供のところはそれがすごく思いましたね、うん、ちょうど小学校の時にその、まあ、怖い話とかがあったりとか、うん、やっぱ終戦でそういうテレビとかいっぱいあったり、うん、あと日航機墜落事件があったから、あもうそれがすごく強い印象で、でお盆ということでなんかやっぱりその夏になるとそういうちょっとやっぱ怖い雰囲気がずっとありますね。そうか、うん、僕はね学生の頃からバリ島が好きで、もう何度もバリ島に行ってたんですよね、うん、で初めてバリ島に行った時にこう感じたのが、うん、これはお盆だなと思ったんですよ毎日お盆、一年中毎日お盆のような島で、うん、そこでこう日本に帰ってきてもう一回考えてみると、うん、自分の生まれたその国東半島っていうのが、うん、ちょっとバリ島に似てるなっていう感じがあって、まあバリ島を冷やしたような、うん、ちょっとこう冷却したような感じで固まったような印象があって、でそれ自分自身 自分のふるさとというか国東半島に興味を持ち始めた一つではあるんですね。でバリ島はバリヒンズっていうのがあって、まあ神様いっぱいいるんですよね。で非常に多くのこう儀礼があって、お葬式はまあ非常に有名ですけど、お葬式、結婚式、うん、で本当毎日お祭りがあって、お供え物があって、でその家々の戸口にお供え物をするんですよね、うん、でまあトイレにはトイレの神様がいるし、うん、台所には神様がいるし、うん、いろんなものに神様がいてっていう考え方は、うん、まあ日本にも非常に通じるところがあって、あ、うん、そこがそうお盆好きの始まりではあるんですよね。国東半島の今この録音しているのは、まあ、中腹ですよね、はい、双子山の麓の、うん、まあ、廃校になった旧西武蔵小学校というところを4年前から空き工作者が借りて、うん、でそこで授業を行っているんですけど、うん、今この録音している校長室から外を見るとグラウンドが見えるんですけど、はい、まあ、10月の19日にここで、国東時の祭り、まあ、国東時の音頭を中心にした、まあ、イベントが行われるんですね、はい、でも楽曲は1年がかりでできて、はい、ちょうど去年の今頃にプレイイベントをやって、うん、その頃はまだ楽曲ができてなかったんですけど、はい、そこで なんとなくこう感触をつかんで、うん、1年間かけて準備して、うん、楽曲がもうできました、うん、ただまあこれ完成じゃなくて、これからどんどんこう詞も付け加えられていくし、編成がどんどん加えられていくし、そこのところはここ2ヶ月ぐらいの楽しみではあるんですかね、はい、この時の温度っていうのはやっぱり、カメラさんにとっても一番長い時間こう過ごしている場所でもあるし、うん、そうですね、またこうアプローチが違ってくると思うんですけど、その辺はいかがですか。そうですね、やっぱり今までは今までは A メロ B メロサビみたいな分かりやすい構造があったんですけど、うん、今回の時の温度はもうあんまりそういうのをなくして、うん、まあ、サビといえばその「お庭よ」っていうお庭の部分があるんですけど、やはりこう繰り返し繰り返しこの演奏して意味があるような、それでなんか繰り返してこう一つになるような、そういうイメージで、うん、作ったもので、今までは振りもサビになったらこの振りとか A メロはこの振りとかそういうふうに決めてたんですけど、それもあんまり決めないように、うん、単調な振りをこうずっと、
永遠と踊っていって、そこで何か一つ大きなものができるようなそういうイメージで作りました。うんうん、鬼江のね、うん、あのフレーズ「鬼は用来所は用」っていうのはこうすごいこうあの染み込みますよね。そうですね。うん、もうあれがこうぐる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 回って、うん、で多分その当日こうそこのフレーズをこう合唱しているイメージは、はい、もう今からでも思い浮かぶしね、うんうん、実際にだからそれを経験して、どんな感じになるんだろうっていうのは、うん、これは本当に非常に楽しみ。そうですね、やはり盆踊りの一個の側面としてやっぱりトランス状態に入るっていうのがあると思うんですけども、うん、やっぱり僕の今までのやつにはあまりそれがなかったので、今回はそれをちょっと追求したというか、うん、あのそういう風になればいいなとは思ってるんですけども、うんうん、それにまあ、最適温度とか、すだち温度も共通してあるけど、そういうこうなんか物悲しさっていうのはもともとその、うん、なんていうのその応仁は用来所は用っていうところにもともと含まれてるところありますよね。本当あの音程はたった2つしかないんですけど、ダラララっていうだけなんですけど、それが何か すごくエネルギーがあるというか、うんうん、そうそう、まあ、まずちょっと聞いてもらいましょうか。はい、はい、じゃあ国崎時の音頭聞いてください。太鼓神話の太鼓神話のいにしえよりかよ、人の祈りが人の祈りがな石の肌、鬼はよ来所はよ、鬼はよ来所はよ、鬼はよ来所はよ、鬼はよ来所
昨日音頭聞いてもらいました、はい、あの共通性もあるし、うん、新しさもあるし、うん、そう歌がいいですね。そうですね、うん、これを歌っているのが、うん、伊賀由紀子さん、はいはい、あのヘルメット潜水っていう会社の社員 で、ね、まあ、あのお嬢さんで、はい、この秋子作者と同じように、うん、廃校になった中学校を使って、うん、湯たんぽを作ってるんですね、うん、あのもともとスウェットスーツ、ウェットスーツを作っている会社で、はい、そのウェットスーツの生地で、うん、あの湯たんぽを作り始めて、うん、今大ヒットしている有名ですよね、はいはい、でそこのお嬢さんがゆきこさん で、うん、で今回あのレコーディングに参加してくれて、はい、吹き込んでくれたんですけど、うんうん、まあプロと言ってもいい、ね、本当ですね、本当に表現力が素晴らしいです、うん、まあ次回はあのゲストに来ていただきたいなと思っているんですけど、はい、この時の温度ですが今4番だけどこれからあの詩が加えられていくわけですよね、はい、ワークショップをやる予定。そうですね、はい、やはり国先のに関してのやはりまあ、いろいろ話し合いながらこういうとこからこういうとこあるっていうのをこうディスカッションしてその後に、うん、まあ、7775に当てはめて詩を作ってもらう予定です、うんうん、7775、はい、ドドイツ、ドドイツですね、はい、トラさんの歌も7775、うん、あれも7775です、うん、こう日本語のそのなんていうか音韻というか韻律というかそういうのに、はい、合うんですかね。そうですね、やっぱり七五調でまあいろいろあるんですけどドドイツは特に7775で最後にオチがつくっていうところがありまして、うん、でなんか一つのこうストーリーを作りやすいというのがあるみたいですね、うんうん、ドドイツね、あの高杉晋作とか、うん、なんか印象にありますよね。そうですね、うん、そのかっこいいというか、うん、3000世界のカラスを殺し、そなたと朝寝がしてみたいっていう有名なやつがあるんですけど、うんうん、それをこう国先テーマで、まあ、国先テーマじゃなくてもいいんですよね。ああそう、はい、もう本当にそう現代的なこう、まあ、社会テーマでもいいし、うん、その、うん、やはり国先に住んでる方が感じたことっていうのがですね、感じたこととか思ったことっていうのがこう連なって曲になるというのが一番の目的なので、うん、はい、本当に書いてもらうというのが本当に目的、意味があることですね、うん、そうそう、うん、まあ、小学生に作ってもらったり中学生に作ってもらったり、うん、まあ、これから夏休みが明けてワークショップをやっていきたいなと思っているんですけど、うん、はい、うん、そのお年寄りもそうですね、うん、この間でも双子のお年寄りの人たちのインタビューの中で、はい、そのなんだっけ、こう番外編みたいな話をしてましたよね。ああ、左衛門の、うん、入れ子っていうやつ、うん、あれはやはりお約束的に、うん、なんかその左衛門っていう踊りの項目というか演目があって、うん、左衛門をやってる時に若い衆がですね、うん、その村の若い衆がほっかむりをして盆踊りのこの外側の藪の中に隠れておいて、うん、でいきなりその割り込んできてですね、ちょっとエッチな歌を歌うっていうのがやはりもうずっともう何十年も前から通例というかお約束で続いてるみたいで、うん、それ用の口説きとか太鼓とかがあるみたいで、うん、でこの間の太鼓の皆さんに聞いた時もそれが皆さんすごく印象に残ってる。すごい楽しそうにおばあちゃんが話してましたね。そうですね、やっぱりおばあちゃん、うん、おじいちゃんおばあちゃんそういうの好きなんだな。いや本当最近の若いものは行儀が良すぎるっていうふうに、ん、言われてました、うんうん、なんかこう体勢を突き崩すような、うん、そういう力は必ずこう必要なんですよね。そうですね、それを望まれてもいるってことですね、はい、本当に。ただそういう力がもう今ないと嘆いてらっしゃる、うん、いや本当にそうですね、うん、いやなんかそういう、こうところも取り入れたいですよね。いや本当にやはり盆踊りにはそういうツヤみたいなのがこうつきものというか、うん、やっぱりこうなんですかね、やっぱり生と死がこう混在しているというのは、うん、
やっぱりその、ね、性の最たるもんですもんね。そうです。もう本当エロスとタナトスみたいなね、うん、本当に、うん、いやいや、それもぜひ、もうその逆におばあちゃんたちが身を見せてくれるといいんだけどねああそうですね、そういうやっぱり場面がちょっとあってもいいですよね、うんうん、あとあの、まあ、場所性の話でいくと、うん、今ここあのグラウンドもそうだし小学校があるのは、はい、あの富清と今言ってますけど、はい、富永、はい、ここは富永になるんですね。富永常清とあるんですね、はいはい、で三浦梅園がの成果があったところで、うん、はい、まあ、三浦梅園といえば、まあ、250年前にここに住んでいた、うん、まあ、思想家、天文学者であり、はい、哲学者であり、うん、まあ、正業は医者ですよね、うんうん、でその人の書いた文献がここには非常に多く残っていて、うん、で子孫の人たちもいると、はい、僕らもそういうあの先達のこう文献とかを当たって、うん、でいろいろ勉強してるんですけど、うん、とにかく、まあ、文書は難解ですよね。難しいですね、うん、やっぱりこう書かれてる、書き方が口語体っていうか文語体っていうんですかね、うん、あれが難しいですね、うん、解読するのも難しいですね。そうそう、だから僕らはまあそれをあの勉強している研究している人たちに分かりやすくこう説明してもらって、うん、でそこからこう思考を始めるということが多いんですけどね、はい、そう、その中でもこうやっぱり印象に残っているのが一足一一、はい、一一足一という、 こう概念で、うん、これ、まあ、本当にこう理解するのは難しいのかもしれないですけど、うん、その図式がね、うん、非常にこう興味深いし奥が深いというか、うん、その一足一一というテーマも取り込んで今イベント全体を作ろうとしているんですよね。そうですね、はい、これって亀田さんどう思います？一足一一、うんうん、やはりこの、まあ、一つのものが二つに分かれるというところもあるんですけど、やはり二つのものが一つになるというのが、うん、今回の盆踊りの一番のなんというか目的というか肝なんじゃないかなと思って、うん、なんかこう、まあ、二つじゃなくてもいろんなことあのものがこう寄り合うと、まあ、最終的にはこう一つになって、うん、またそれがまた分かれるとかですね、そういうイメージで僕はいるんですけどね、うん、うん、まあ、打ち消し合うというか、うん、そこがあのまあ陰陽ではなくて、うん、一一というところがすごくこう透明感があるところなんですよね、うん、あの有名なこう敬意傍体図っていうのがあって、うん、で一が分かれて一一になって、それがまた一一になって、はい、それで円でつながり直線でつながりというのをね、うん、それを今回のまあシンボルマークというか、まあ、完全にこう取り入れて僕らがまあ一一になっていこうというので、うん、こう全体のこうコンセプト、イベントのコンセプトを作っているんですけど、はい、これもねあのそういろいろとこう展開していきたいですよね、うん、あの T シャツなんかも作るん で、はい、あまりその三浦梅園絡みの T シャツって見たことないもんね。ないですね、うん、僕も本当大分に来てから三浦梅園は知ったんですけども、うん、やはりあんな人なかなかいないというか、あの日本であこういう方がいたんだっていうのはすごい感動しましたね、うん、こっちに来て。いやいや本当、うん、あのまあ当然こう地域では有名なんですよ、はい、で小学校とかで三浦梅園の話を、うん、まあ、聞かされてこの人たち、まあ、ここらの人たちが育ってるんだけど、うんうん、これ誰に聞いても三浦梅園ってこうどんな人ですかって聞いても、うん、とにかくすごい人だったそれしか返ってこないんでどこがすごいんですかって聞いてもなかなかそれを説明できる人がいないと。で、まあ、梅園学会にいらっしゃるこう先生とか、うん、はい、あのそうもう本当にこう分かりやすく説明してもらって、うん、で僕らもちょこちょことこう学びながらやってるんですけどね、うんうん、まああのなんていうかな、その書かれたものをこう、一個一個文献学的に紐解いていくっていうのは、うん、まあ、学者の人たちに任せておいて、
僕らちょうど同じ場所に住んでいて、250年のこう開きがあるけど、でもその時間経過としては250年って、まあちょっと前ですよね。はい、うん、そうですね。もうたどれますもんね、大体、うん、おじいちゃんのおじいちゃんのっていうような、うん、もう本当に今の本当お年寄りに聞いてもなんかもう本当すぐそこの人っていうような感じですね、うん、おそらく僕らが見てる景色とそんなに変わらないはずなんですね、うん、このイチョウの木がもうちょっと小さかったかなっていう感じですもんね、うん、そうですね。そうだから僕らはその同じ風土で同じこう時間の中で三浦梅園が見ていたであろうこう風景をまあ一緒にこう感じて、それであのそうなんか読み取るということよりも一緒にこう感じながらなんかどんなことを考えていたのかってね、その一足一一の意味っていうのがどこにあったのかっていうのをね、まあこれもだからその今回のイベントを通じて、うん、で自分たちのテーマとしているところですよね。そうですね、うん、まあ、今日は、山中カメラという男その3ということで、はい、まあ、お盆13日に収録を行ったわけですけれども、はい、これからまたさっき話題に出たあのボーカルの伊賀さん、はい、呼んだり、うん、それからこのイベントの一つのこうあのなんていうかなコンテンツとして AR を使った、うん、はい、あ仕組みを作っているんですね、うん、でこれはあの、まあ、例えばスマートフォンのカメラ越しに、うん、生身の人間をこう、まあ、踊ってる参加している人間を映しながら、うん、幽霊を、うん、召喚しようと。そう、そうでこれはあの、まあ、この場所となっているのが廃校になった、はい、小学校 で、うん、でこの辺の人たちはみんなこの小学校出てるんですね。ただもう廃校になって今はないけれども、うん、で昔の写真がいっぱい残っているん で、うん、でそういうこう、うん、昔のアルバムからその少年時代の、うん、写真をこう切り取って、うん、で、それをアーカイブしていって、うん、で当日このボンダンスに来ると、うん、自分の少年時代に会える、自分の子供時代に会えるというような仕組み作りを作っているところです。はい、そうですね。これ実際にね、まだデモンストレーションもできてないんで、あと2ヶ月で作り上げなきゃいけないんですけど、ここもだから非常に楽しみなところではあるんですけどね。楽しみですね。でもあの世とこの世というこうなんていうか境界線、境界膜というようなものを、うん、あの作れればいいなというのがあるんですね。うん、で簡単にこう本当に今日なんかお盆だから、うん、特にそうですけど、うんうんうん、ちょっと あるなんかこう膜を通過すると、うん、あの別の次元に行ったり、うん、逆にあの、向こう側の人が来たりっていうのはね、うん、ここにいると全然こうそれが不思議じゃない感じがするんですよね。あ、先は確かにそうあれがあるかもしれないですね、まあ、次回以降そういうこうあのコンテンツの話も少しずつ絡めながら、はいはい、でこの近隣の人たちにお話を伺った、うん、あの録音もあるので、そうですね、うん、そういうのを聞いてもらいながらこう国東のねこのなんていうか風土とか、はい、この場所性っていうのを、うん、あの聞いてもらいたいなと思いますね。はい、はい、じゃあ来週以降よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。Kumisaki Radio.